レディーの部屋を訪ねるときはノックしないとダメじゃないの。あの、そうだったっけ。まあ、細かいことはいいじゃない。<laughs> すみません、プロデューサー。僕が待ち時間の活用のために始めた美容券についつい夢中になっちゃったせいで。 マコトちゃんこれは美容券じゃなくて、リオちゃん直伝の美容ストレッチよ。それで、プロデューサー、私たちにどんな用事かしらもしかして、私とマコトちゃんでセクシー系ユニットの結成とかセクシー系ユニットですか僕、そういうの得意かどうかわからないけど。 やるとなったら、ガンガン攻めていきますよできるとこまでですけど、セクシー水着だって。うん、私たちが、リーダー 私が最年長だし、他に敵人がいないならやってもいいわ。たまにはプロデューサーもお姉さんに頼りたいだろうしね。<laughs> 僕もリーダーどんと任せてくださいって言いたいですけど。プロデューサー、ユニットのリーダーって言ったら、 曲もセンターで歌ったりするんですよね。い、いいえ嫌ってわけじゃありませんただ、もっとアイドルっぽくて、正統派で可愛い感じの子の方が、センター、リーダーにはいいんじゃないかなって。 そうよ、トちゃん。ダメよ。せっかくのチャンスを棒に振るようなことをしちゃう。ほら、私もトちゃんも、今までどちらかというと、ファンのみんなに本当の自分の姿を見せられないできたじゃない本当の自分か。うん、確かにその通りです。 僕はずっと女の子としての姿を見てもらいたいって思ってました。だったら、その姿を見てもらいましょうよ。ユニットのリーダーは正統派で可愛い女の子がいいって思うのなら、まことちゃんがなればいいのよ。可愛い正統派アイドルに。僕が、可愛い正統派アイドルにそうよ。大丈夫。 マコトちゃんならできるわう。もちろん私も、セクシーでアダルティーな大人の魅力あふれるリーダーを目指すわよ。そっか。僕がセンターを張れるような可愛い正統派アイドルに。ええ。私たちの本当の魅力が伝わるよう。そして何より、ファンの子たちに喜んでもらえるように。 頑張りましょう、トちゃん。はいなんか僕、やる気がガツンと湧いてきましたよーし頑張りますよプロデューサープロデューサー的にはどうですかアダルティー好み師匠と、可愛いい僕ハートにズキューンできませんか がいいのね、プロデューサー。サ私たち、お客さん全員のハートを打ち抜いちゃうつもりだから、覚悟しておきなさい。<ペー> 何か詰まらせちゃったのかなかいっそ、そうですかだったらいいんですけど。